最近ですね、鉄鍋に醤油を塗りたくる醤油コーティングっていう方法があるんですけども、それにハマってまして、今家のあらゆる鉄鍋にその醤油を塗ってるんですよ。でまあこういうさ、よくあるツルツルのやつあるじゃん、まあ、これ中華鍋なんだけども、こういうツルツルの鉄鍋だとね、いまいち醤油の塗りが悪いんですよ。ちゃんと何重にも塗れば醤油ちゃんと塗るんだけども、その何重にもやる手間っていうのがめんどくさいなと思って、まあこういったものをね最近買ったんですよ。これはね一応同じ鉄製の鍋なんだけども、ファイバーラインっていうコーティングっていうのかな、まあちょっとザラついてるんですよ表面が。でこのザラついてるのをファイバーライン加工って言って、このザラつきのおかげで醤油の食いつきがいいっていうんでちょっと買ってみたんですよ。でまあもうこれ仕上がっちゃってる鍋なんだけども、もう一回醤油加工やってみますか。こんな感じで鍋を熱する。で煙が出てきたらオリーブオイルを垂らす。したら鍋全体にこう塗りたくる。火花が飛ぶ。はい、そしたら、ちょっと煙が出るまでまた鍋を加熱して、まあいい感じに煙が出てきたら醤油を塗る。で割とねこの縁の部分がなかなか火がいかないから、縁を結構念入りに炙りながらやった方がいいね。ジュージュー醤油をね言わせることが醤油コーティング成功させる秘訣ね。あとここね、ここの取っ手の根元なんかもなかなか火が行きづらいんですよ。ここも念入りにこうやってあげて、たらもう一回ねこんな感じで、油足りねえな、ちょっと油をもう一回敷くか、敷いて塗る。なんかね塗るときね、あんまり火にかけながら塗るとなんか焦げちゃうんですよ。だから僕の場合はこう火から離して塗ってますね。である程度塗り終わったらこう火にかけて、で煙が上がってきたら醤油を塗ると、まあさっきと同じ工程ですね。だからこの油塗って醤油塗っての工程を2回やると、これでまあまあいいでしょう。よしと、はい、まあ僕はちょっとこういう特殊なコンロを使ってるんですけども、これやっぱり火力強すぎてね、火加減を加減しながらやらないとねすぐ焦げついちゃうんですよ。したらね、ちょっと裏から水をかけて軽く冷ます。まああんまりこれねビシャーっとかけちゃうと鍋が歪んだりするみたいだから、僕はねこうソフトにちょろちょろってやってますね。優しくかけてる。特に薄い鉄鍋だと歪みがやっぱり良くないから、歪みやすいから。したら洗う。洗うときはこういうスポンジ、これタワシは使わずにスポンジでこうやって洗ってやる。ある程度大まかな汚れを落としたら今度は洗剤をつけると。
よし、これで醤油コーティング完成。じゃあちょっとチャーハンでも作ってみますか。でチャーハンってね、以前はものすごい僕油入れてたんですよ。だからまあ油入れるとくっつかないし美味しくなるんだけど、今日は醤油コーティングの威力を試すために油少なめでいこう。まあ、こんなもんでいいか。したら、いきます。ついてるけどもうすぐ剥がれる。今一瞬ね卵くっついたんだけどすぐ剥がれた。ここが醤油コーティングのすごいとこなんですよね。熱いな。じゃあ肉っていうかベーコンか、ベーコンを入れる。そしたら調味料、これ醤油と味の素ね。できました。はい、特製チャーハンできました。うん、あ、うまい。やっぱり高火力で作ったチャーハンはうまいし、あと油少なめにしてるから油のギトギトかもそんなないね。うまいね。結構極限まで油少なくしてチャーハン作ったんだけども、それだとイマイチだったんだよな。あんまり油が少なすぎてもちょっとバサバサするから、今回はそれよりもちょっと多くしたんだよ。ただまあまあ良くなった。ちょうどね、ギトギトせずバサバサもせずちょうどいい。うん、まあ味はバッチリですよ。でこちらがチャーハンを作った鍋なんですけども、まあ全然焦げ、あ、全然ってほどでもないか、ここら辺がちょっと焦げがある感じするけども、でもまあこれなんかすぐに倒しでこせれば落ちる焦げだしね、まあ結構優秀じゃないですか。以前はね、あの焦げないように油たっぷりでやってたのが、割と少ない量でもね作れるようになったから、この醤油コーティングを知ってからね、すごい料理が楽しくなりましたね。まあ、そんな感じで今日はね醤油コーティングの鍋でチャーハンを作ってみました。で補足なんですけども、これ最初にシリコンの塗装みたいなのが表面に塗ってるんですよ。まあ、それ錆止めの意味があるんですけども、でそのシリコンの塗装が乗ってるせいで、まあ醤油コーティングっていうのが塗っても弾いちゃうんですね。だからどうしようかなと思ったんですよね。でも説明書によると、そのシリコンの塗装を塗ったまま、まあ乗ったまま油敷いて調理してくれと。そのうちに、まあ、シリコンの塗装が剥げてきて、その油が鍋に馴染んでくるから、そしたら自然と鍋がその油でコーティングされるから、まあ、くっつかなくなるよっていう話だったんですね。じゃあまあ醤油コーティングしなくても結果的に油でコーティングされてくっつかなくなるならそれでもいいやと思って最初それでやってたんですよ。でシリコンのコーティングがあるうちはまあトゥルトゥルっと食材が滑るからいいんだけど、そのコーティングが剥げてきたあたりからやたらくっつくようになってきて、あの説明書の油が馴染んでどうのこうのっていうのは結局なかったんですよね。だから結局バーナーでシリコンの塗装全部炙って取って、まあ新しく醤油コーティングしてくっつかなくなったって感じですね。まあ、だったらね、余計なシリコンコーティングとか最初からせずに、もう従来のなんか錆止めコーティングしてくれよって思うんだけど、
まあ、一度ねシリコンコーティング剥がしちゃえば割とやっぱ醤油のノリも良かったんでねいい感じだったんですけどね、そのシリコンコーティング剥がすのが結構大変でしたね。